お世話になります、ひとりでございます。また超短期間での配布が始まりましたので、その情報を共有させていただきたいと思います。今回の配布は前回のドリームボールに続き、おそらくポケモンプレイヤーズカップ3という多分ポケモンの大会みたいのがあって、それを記念してみたいな感じで配布とのことです。で、配布期間は4月26日までということで、約48時間しかございませんので、48ですので、くれぐれもご注意ください。はい、じゃあもうとにかくね、受け取っていきたいなと思います。まずやり方、不思議な贈り物からですね。不思議な贈り物受け取るで、シリアルコードで受け取るですね。これでやっていきましょう。で、シリアルコードについては WPFGNALSPC3 ということで、 WP ファイナルズ PCA3 っていうことで、多分ワールドポケモンファイナルズプレイヤーズカップ3ってことかな、多分。まあ、そんなのどうだっていいと思うんですけどね、皆さん。まあ、とりあえずこれで OK 押しておきましょう。はい、これで贈り物探していますできましたと。はい、弱点保険プレゼントということで、今回は弱点保険がテーマですね。はい、こっからキランって光って落ちてきて、もう何の演出も変わりなく普通に保険が落ちてくるということでございます。これは生命保険とかではなくて、無理やり加入させられるものじゃないのでご安心くださいということで、弱点保険1個ですねを受け取りましたということで、もう本当にこの1個のためにね、わざわざ動画作るのもあれですが、まあ、作らさせていただきましたよ。まあ、欲しい人もいるんでしょうね、中には。まあ、対戦とかでは役に立ちますから、いくらあっても大丈夫ですし、まあ、普通にまあ、もちろん無料でね、簡単にすぐに受け取れるんで、もらえて損はもちろんないと思うんですけど、私は対戦やらないですし、まあ、普通に買えるしね。なんで特に必要なかったんですけど、まあ、一応ということで、需要はいかがでしょうか。いらねえよっていう方いたら、ごめんなさい。まあでも私みたいな貧弱ほど吠えるもんなんですよね。